はい、じゅんたま癒しカウンセリングの心理カウンセラー、じゅんさんです。いつもこのチャンネルの動画を見ていただきありがとうございます。今回は無責任な人に振り回されない方法についてお話ししていきますね。あなたは無責任な人に振り回されているなとそのように感じて悩んだことはありませんか？とても自己中心的なそういった上司が職場でいて今悩んでいるとか、いろいろ口を出してくるんだけども実際は自分では何もしないような人が、職場にいて辛いと感じているとか、いつも無責任な人に、こう近寄られてしまって困っているとか、そのように、職場とか近しい関係で無責任な人がいて困ったといったような経験をあなたも一度はしているのではないでしょうか。そしてこのカウンセリングの場でもですね、職場にこう自分の行動にですね、無責任な人がいて、とても悩んでいますといった、そういった対応に困っているようなお悩みをお聞きするということがあったりするんですね。でまたその HSP さんからもですね、無責任な人にこう好かれてしまって必要以上にストレスを感じていますとか、そういったお悩みもお聞きしたりします。HSP さんとか繊細な人はその周囲の人の気持ちの変化にとても敏感なために、無意識に相手の望んでいるようなことを優先的にこなしている人が多かったりするんですよね。そのため無責任な人からするとこの人は何でもしてくれる人なのかなと、そのように認識していってですね、必要以上に頼られてしまうということもあったりします。周囲はやはりこういい迷惑なんですけども、そんな無責任な人はですね、何も感じていないということがあるんですよね。無責任なそういった言動で周囲を振り回す人はどこの職場にも一人はいるとは思うんですよね。たとえ自分に非があったとしても反省をしたりとか、振り返るということができなかったりするんですよね。常に自分を中心に考えて、行動していたりして、その人の他人の存在をあまり意識していなかったりするんですよね。なので自分がされたら嫌なことでも平気で他人にしていたりもするんですよね。これは自分のやりたいということが最優先になっていて、その他人の気持ちを考えるということができていないためでもあったりするんですよね。今回はそういった無責任な人の特徴心理と無責任な人に振り回されない方法をシェアしていきたいと思いますので、ぜひ最後まで動画を見ていただけると嬉しいです。でこの HSP さんについては過去の動画でいくつかお話ししている動画がありますので、気になった方はこちら見ていただけると嬉しいです。こちらを説明欄の方に貼っておきますね。はい、でこの度ですね、 HSP さんがホッとしていただけるような7つの技法をですね、載せた本を出しました。瞑想であったりとか、イメージワークとか、書くワークとかですね、いろいろなワークを載せています。とてもこうバラエティ豊かな内容になっていると思います。 Amazon などで買えますので、ぜひチェックしていただけると嬉しいです。こちらの URL も説明欄の方に貼っておきますね。はい、まずはじめに無責任な人の特徴心理についてお話ししていきますね。まず一つ目が自分勝手で自己中心的な人であったりするんですよね。無責任な人は常に自分を中心に物事を考えていて、他人の意見とか存在をあまり意識していない人が多かったりするんですよね。そのため自分がされたら感情的にカッとなるようなことでも他人にしていたりするんですよね。いつでも自分のやりたいことを最優先としていて、他人が感じている気持ちとか周囲の意見を聞き入れるということができていなかったりするんですよね。 HSP さんとか繊細な人は自己中心的な人に毎回好かれてしまうといったようなお悩みを抱えている人は多いんですよね。周囲の配慮がきめ細やかにこうできてしまうだけに、この人は頼れる人なのかなとそのようにその人から認識されていて、無責任な人が近寄ってくるということもあったりするんですよね。はい、次に無責任な人の特徴心理2つ目としては、口出しはしたとしても自ら行動はしない人であったりするんですよね。他人に対してあれこれと口を出して厳しいんですけども、自分には甘い人は無責任な人が多かったりするんですよね。こういう人は自分のことは棚に上げて他人のことには口出しをしてくるといったようなところがあるんですよね。しかし口を出すだけでですね、自ら何かこう行動して問題を解決しようとはしなかったりするんですよね。そのため当の本人は好き放題言ったり、行動して、そしてその場から去っていくといったようなこともあったりするんですよね。職場ではそのような上司がいたとするとですね、周りの人はとてもこう不満を抱えるということもあると思います。
はい、次に無責任な人の特徴心理3つ目としては、いい加減な行動をしても反省できない人であったりするんですね。例えば周囲に迷惑をかけるような行動をしたとしても、無責任な人は全く反省するということがなかったりするんですよね。今度はみんなに迷惑をかけないようにしなきゃいけないなとか、そういった考え方、思考にはならなかったりするんですね。たとえ自分のその身勝手な行動で、周囲がですね、迷惑を感じるということを知っていたとしても、そこで自分の行動を次から変えようとか、そのように考えることができなかったりするんですよね。職場で団体行動が取れないのではなくて、そもそもこう取る気がないといった、そういった考え方が影響していたりもするんですよね。はい、次に無責任な人に振り回されない方法についてお話ししていきますね。まず一つ目が、仕事を一緒に進めるときは役割を曖昧にしないといったような方法です。無責任な人と協力して仕事をする際には、役割を曖昧に決めてしまうと、相手の仕事をあなたが受けようということになったりする可能性があったりするんですね。気分次第でなんだかんだと理由をつけて、あなたに面倒な作業を押し付けてくるということがあるかもしれません。ここでのポイントは、それを避けるためには、仕事を分担する段階で明確にそれぞれの役割を決めておくといったところなんですね。どの作業を誰がいつまでに、そしてどこまでをとか、そのようにですね、それぞれの仕事の役割を決めておいて、どのように進めていくのかをはっきりさせておくといったところがポイントになります。また分担をした役割の内容については、後でですね、そのきちんとノートにこう記録しておいたりとか、文章として残したりしておくということがいいと思います。またオンライン上で、メールとかですね、そういったチャットとかをしているんであれば、それぞれの役割についてそこで一覧にしたものをですね、送っておくのも効果的だと思います。これやっておいてくれるとか、そのように慣れてきた頃にですね、ポンとその相手から無責任な人に言い逃れされそうになった時には、こうした記録が後々生かされるということがあるんですよね。役割が決められていて記録がしっかり残っているということで、無責任な人に責任逃れをですね、されるということを防ぐことができると思います。はい、次に無責任な人に振り回されない方法の2つ目としては、仕事とプライベートの関係をきちんと線引きしておくといったような方法です。無責任な人とこうプライベートな時間を共有することになるということをあらかじめ防いでいくということも大切になってくるんですね。無責任な人はその仕事とそのプライベートの境界線も曖昧であるということがあったりするんですよね。そのためですね、あなたのその貴重なプライベートな時間が守られるようにするためにも、その仕事とプライベートの線引きをしっかりしておくというのがとても大切になってくるんですね。ここでのポイントとしては、何か無理な誘いがそのような相手からあって、あなたが断りたいなと思った時は、最近勉強を始めているので行けません、ごめんなさいとか、あなたが断ることができる理由をすぐに伝えることができるように考えておくというところがポイントになるんですよね。仕事上では付き合うということは避けることができないかもしれませんが、そういったプライベートの共有は避けていくということが可能なんだなと、そのように意識していくのが大切になっていきます。はい、そしてこの断り上手になる方法についてはですね、過去の動画で詳しくお話ししている動画がありますので、気になった方はこちら見ていただけると嬉しいです。こちら説明欄の方に貼っておきますね。はい、次に無責任な人に振り回されない方法の3つ目としては、大事な要件は口約束はしないで記録を取っておくといったような方法です。無責任な人とその口約束をしてしまうと、いえそんなことを聞いてませんよとか、そのように後からその無責任な発言をされてしまうということもあるんですよね。ここでのポイントは、最初にもお伝えしているとは思うんですけども、しっかりとですね、その約束をした記録を文章として残しておくといったところなんですね。その際にはやはりそのオンライン上であればメールがとても役立つんですよね。そのメールで約束事をお互いが共有しておけばですね、いざという時もその過去のやり取りを見せるということで、聞いてませんでしたといったようなですね、そういった事態を避けることができると思います。ポイントはですね、そのメールの中に、何をとか、いつまでにとか、どこまでをとか、誰がとか、そういったところをですね、こう細かく記録をしておくのが良いかなと思います。自分が忘れていたと知ればですね、無責任な人であってもその自分の仕事はしようと、そのように考えることができると思います。
はい、最後に少しまとめをお話ししていきますね。今回は無責任な人に振り回されない方法についてお話しさせていただきました。無責任な人はその自己中心的で約束を守らなくて、すぐに他人のせいにするようなことが癖となっていることもあると思うんですよね。HSP さんとか繊細な人はそういった気配りとか相手を思いやってする行動を率先している人が多いと思います。他人のことを思いやってするその行動はとても大切なことなんですけども、その行動から無責任な人に頼られてしまうこともあるんだなと、そのように考えておくということも大切なんですね。そのようなタイプの人に振り回されないためにも、一緒に仕事をする際には記録を取っておいたりとか、役割分担を確認したりとか、プライベートの線引きをしたりして、必要以上な責任をこう相手からなすりつけられないようにするということが大切になるんですね。こういう人がその職場で上司であったりすると、やはり悩みの種になってしまうということもありますよね。無責任な人にこう振り回されないで、適度なそういった相手とですね、距離感でいるようにしてみてくださいね。ぜひですね、今回紹介した振り回されない方法を活用してみてくださいね。はい、今回は無責任な人に振り回されない方法についてお話しさせていただきました。今回も何か一つでもあなたにとって参考になったなとか、新しい気づきのきっかけになりそうだなとか、そういったところが一つでもあったらとても嬉しいなと思います。今回も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。